塩味効いてるねこれ。Thank you。マッチョなシラが買いました。4つ。KCC ファーマーズマーケット来てますよ。朝7時半になるとゲートがオープンしてですね、ハワイ中から寄せ集められた美味しいものをむさぼり食らうことができます。10年間近く毎年1回はねこの KCC ファーマーズマーケット来てるんで、いつもの流れとしては粉アワビ食べて、揚げトマト食べて、巨大なフランクフルト食べて、生マカデミアナッツを購入する。このね、生マカデミアナッツがね意外とレアで、遅い時間になっちゃうとね売り切れちゃうんですよね。粉アワビ並んどこうかな。粉アワビほらもうこんな並んでる。開始して今 2,3 分なのにもうこんな並んでる。粉アワビと揚げトマトと巨大フランクフルト以外はそんな並んでないんで、後回しで全然大丈夫です。まずこの3つを制覇してから他はゆっくりと回るっていうのがねポイントですよね。ここの3つにしか多分行列がほとんどできないんで、新しくいつも行列できてるの他にはないかなっていうふうに思うんですけど、意外とないんですよね。現金 30US ドルしかないです。足りるかな。とりあえず謙虚に3個にしよっか。これうまいね、値段配分が。3個10で、なんか微妙にこの5個にアップグレードしそうですよね。これ5個入りしかガーリックバターと味噌ガーリックないじゃん。全部現金が足りないわ。ちょっと今日は節約してプレーンにしとこう。5個のガーリックバーガーがいいな。はい、お次の方は3個のプレーンください。3個のプレーン、10ドル、はい、ありがとうございます。はい、1番のおすすめは何もつけず。なるほど、じゃあそのまま食べてみようかな。まだちっちゃいやつがむさぼり食らいたいと思います。塩味効いてるねこれ。食べたよ全部。フライドグリーントマト、ここね並ぼうと思いますよ。すごい行列ここも。一瞬気を抜くとね、もうすぐ埋まっちゃうんだよね。 KCC ファーマーズマーケットの三大巨頭のうちもう一つは制覇したんで、あと二つ。なんと地下ソサイティのメンバーが一人来てます。自転車でどっか行っちゃったよ。僕人見つけるの得意なんですよ。なんかねもう一瞬で見つけたんですよ、知り合いが通ると。昨日も夜マッサージやってくれたお兄さんがいたんだけど、あるスーパーに行った時にもう一瞬でパッて見つけて、はいっつって。これはねワンピースでいう見聞色の覇気です。月材もの人が磨き上げるとさらにパワーアップして出てくるんだけど、はい、僕の番が近づいてきましたよ。でここのね今お金とフライドグリーントマトさばいていただいてるマダムがですね、なんとほんと10年前ぐらいからずっと同じ人が同じ場所で同じ格好をして、ね、やってるんですね。僕の過去のブログとか見れば毎年載ってると思うんですけど、実は大富豪だったりしてボロ儲け。だってこの決して安くないねフライドグリーントマト、1分間に1個のペースで売れてるみたいなね感じですよ。まだこの別にフライドトマト好きでもないのにこの行列ができちゃうから、いつも毎年並んじゃうと。はい、 How are you? トゥーコンビネーション、グリーントマトフライ、オニオンリング、チメルオニオン、 Thank you。来ました。そんなに好きでもないのに毎年並んでるから食べてしまうオニオンリングとトマトフライ、いやこれから無理やりむさぼり食らいたいと思います。はい、シラが到着しました。さっきなぜか自転車で、マッチョなシラがラグビー選手です。はい、どうぞ食べてください。オニオンフライと、これ生マカデミアナッツか、毎年買ってる。やっぱ生が一番いいね。 Do you have any discount? More? How many?4で、ハマチ $44 これを使ってっか。じゃあペイパークレジットカード OK? I don't have cash。 これはね買っといた方がいいですよ。これは買いました、4つ。じゃあ次はジャンボフランクフルトを探していきたいと思います。生マカデミアナッツはここで買ってたのかな。5袋で90ドル、いつもここで買ってた気がするな。アップルバナナって、アップルバナナも美味しいねこれね。新たにできた行列とかないのかな。フルーツとかはどっちみち持って帰れないからね。ココナッツ餅か、うまそうだね。抹茶餅、お餅美味しそうだね。ジャンボフランクフルトやっぱり大人気だな。ここも行列だよ、ほらジャンボ、ジャンボうまそうだね。あ、これ一番長いんじゃないの、これ行列。さあ並ぶか。いや毎年一度この KCC ファーマーズマーケットね巡礼して、この無駄に朝7時半に来てね、朝早く体にいいのか悪いのかわからないものをむさぼり食うと。あとなんか美味しそうなのあるかな。あ、新しくなんか人気のが出てる、クレープね。まあ、僕は食べたことないんで、もしかしたら最近出たヒット商品かもですね。もう同じファーマーズマーケットでも勝ち組と負け組が明らかですね、違いが。あ、これもなんかすごい人気で、なんだろうこれ。ディープフライドマッシュルームリゾットケーキ。さっきも揚げ物食っちゃったからもうダメだね。ここハワイなのにこの日本人の数すごいですよね本当に。
アサイボールね、フルーツ盛り合わせ、これも結構人気だね。フルーツ盛り合わせアサイボール、ハワイに来るとなんか1回ぐらいアサイボール食べちゃいますね。やっぱりね、オーガニックって書いてると世界共通してなんか健康に感じますよね、うん、甘いものでも。あれ、こっちにもオーガニックアサイボールがあるのにこっちは誰も並んでないね。なんでだろう。ハワイといえばたこ焼き山ちゃん、ハワイでたこ焼きが食いたくなったらね、いつもアラモアナセンター白木屋にある山ちゃん行ってますけど、昔娘たちも大好きですよ、山ちゃん。昔ね、まだ娘たちが小さい時は家族でね来て2ヶ月ぐらいコンドミニアム借り切って住んでたりもしたんですけど、最近大きくなっちゃったからもう学校休めないっつって来れなくなっちゃいました。今日も晴れてよかった、ね、さすがシュラはあれですね、さっきから新ばっか何も買ってないと。すごいですね。喉にジンジャーエールだけ、あ、ジンジャーエールだけ一番安いジンジャーエールだけ、他全部シーンで済ましたと。月財門なんで僕ね、やっぱシーンもらっちゃうとついついね、なんか申し訳ないなって買いたくなっちゃうんだけど、シーンだけもらって堂々と帰ってくる。でこれが生き残る秘訣ですね、これね。シュラとしてね、堂々とシーンだけもらうっていうの苦手で、逆に僕ねシーン逃げるから